はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えー、久しぶりに、えー、ブレインデッドニュースさんからですね。これ、ただの表でございます。表。ただの表でございます。えー、イギリスですね。グレートブリテンでございます。グレートブリテンで、はい。えー、超過の4。はい、しかも0から24歳の長過の4。はい。えー、これね、23年の5月らしいんですけど、 23年の5月の超過の4が、24歳ですよ。0から24歳の超過の4が、爆増してます。若い人の超過の4が爆増してます。はい。なんか夢見てるみたいですね。<laughs> 動いてますね。はい。え、まあ、そういうことですね。えー、まあね、あのー、 あの国もね、グレートブリテンもね、多分あの、そんなに回数は日本よりさほどではないんですけど、えー、早かったですからね、時期が。今頃出てきてるんでしょうね、これ。超過の4、えー、29%。はい。上がっております。とんでもないことになってます。しかもですよ、これ、コロアンティーナでありません。 コローアンティーナではありません。別のものの超過の4がめちゃくちゃ爆増してます。まあ、ただの表なんでね、えー、見に行ってください。えー、まあね、これ半年後に来るかなって感じですね。日本にも。はい、若い人たちの超過の4です。はい、えー、30%も右肩上がりでございます。 ほぼ、ほぼ30ですね。えー、これ来ますね。日本にも。はい。えー、まあ、こういうことにならないようにするためには、やっぱりね、デとしかありませんね。デとしか。はい。えー、でとしたとしてもね、まあ、なんていうのかな。当たりが悪い人ですね。当たりが、まずいものに当たっちゃった人は無理かもしれないんですけど、ね。 回数が少なくてもね、まずいものに当たっちゃった場合は無理かもしれないんですけど、まあ、えー、運が良くってね、運が良くって、まあ、そんなにまずいものではないものだったら、まあ、ちょっとは希望は持てるかなとは思います。はい。わかりません。私も専門家じゃないんでね。はい。えー、まあ、そういうことですね。これ、人によって当たり外れがあるんで、本当にルーレットですね。はい。 ルーレットです、本当に。はい。えー、ロシアンのね、はい、ルーレットでございます。まあ、これね、でもやらないよりはやった方が全然いい,い,いと思うんでね。えー、まあ、頑張るしかないですね。はい。えー、もう、あの、日本よりも先行して半年ぐらい早く、えー、例のものをね、ぶっちゅーんってやっちゃってる国がこういう状態なんで、えー、日本にもそのうちいい波が来ると思います。はい。 若い人の突然の4ですね。超過の4がめちゃくちゃ増えているということでございます。これ、おじいさんも同じなんですよね。確か。もう、じいさんでも同じようなことになってるんですよ。はい。えー、まあ、じいさんの場合はね、あの、共用してましたからね。強要してましたんで、 まあ、この影響が大きいんじゃないかなと思います。はい。えー、もうこれ、多分ね、まあ、防げないですね。まあ、この波は来るでしょう。冷静に考えるとね。はい。これ、悲観論でも何でもなく、冷静に考えると、あの、来ますよ。はい。えー、これが嫌だったら、もう本当にデトに力を入れるしかないですよねってことです。はい。でも、やらない人の方が多いでしょうけどね。 大体、あの、認めたがらないんでね。はい。まあ、そういうことですね。やっぱり、あれですね。言われていた通りですね。はい。えー、速攻性ではないですね。確実に。はい。遅攻性でございます。まあ、そういうことですね。はい。えー、なので、半年後がちょっと思いやられるんですけど、まあ、頑張りましょう。 はい。まあ、それしか言い,言いようがありません。私は。まあ、いろいろとね、デトックスについては、まあ、上げてます。過去の動画で、いろいろと方法をねえ、どんなものがあるかとか、はい。あげてます。なので、えー、参考にしていただけると嬉しいです。少しでもね、えー、まあ、一人でも二人でもね、参考にしていただいて、 えー、ね、変なものの影響からね、の逃れられればね、えー、いいなと思いますのでね。はい。まあそういうことです。まあ冷静に考えてみると、これ日本にも来ますよ。えー、だって、同じものですからね。同じものですから、はい。えー、そういうことでございます。 え、こちらの記事もね、ちょっとどっかにぺったんこーってしておきますので、まあこれ概要欄に貼ってもいいかな。なんか別に悪いようなことは書いてないんでね。はい。まあそういうことですね。え、なので、え、まあ気をつけないといけません。本当に。あと、c m もありますんでね。はい。c m ももう何人かにもう論文とか出てますから、はい。ありますよっていうことがね。え、なんで、まあ、 ね、ええー、ぶっちゅんしてない人たちもねえー、デトックスはしないとですはいまあそういうことですねそれではあどうぞこちらの記事も貼っておきますんで皆さん見に行ってくださいよろしくお願いいたします沖縄おばばでしたはいみっけたかわいいでちゅねねおあちでちゅねおあちね